お疲れ様です、吉谷さん。なんか、音量がむちゃくちゃ小さくなりまして、聞き取りにくかったんですけども、こちらの方でボリュームを上げてなんとかね、聞き取りました。テクノロジーと山の融合ですね。うん。あの、山をね、所有するっていうブームが、どうもコロナ禍でちょっとあったみたいなんですよ。で、山林を買います、売りますみたいなサイトがあって、そこのアクセスが急増してね、 で、ヒロシさんっていう方の影響もあって、山をね、30万とか50万とかで買う人って出てきたらしいんですよ。で、購入した後、結構知らずに買っちゃったんだけども、かなりリスクがあるってことでね。なんか山を手放そうとしたら、今度手放す時には、購入したいっていう人が現れないと手放せないんですよね。まあ、ですんで、うまいことを山を売り抜けた人と、山を 高値掴ししてしまった人そしてそのリスクを一生抱えることになってしまったいわゆるね最近の言葉で言うと人人生終わったみたたみみいいいななねそんな人がいるみたいですじゃあ山を所有することによって追うリスクってどういうものがあるんでしょうかってことなんですけどもあの一つにはねその持っている山がなんか海、あの雨とかで土砂崩れを起こして誰かに迷惑をかけてしまったとかね山にあった木々とかが流木になってなんかこう。 下流流の家を押しししてしまったとかねなんかそういうのも賠償する責任があったりとかあのー、やっぱ山でね、あのー、蜂とかがいた場合その鉢に刺された人にもなんかねなんか責任が生じるみたいなこともあったりとかねでそうならないように定期的に山を管理しなければ行政から指導が来るみたいなねそんなことがあるらしいんですけどもまあ全然私気がちなんで 間違ってるかもしれませんけども、確かに山っていう不動産っていうのは通常生涯持つことがないですよね。その山を商売にする林業とかっていう方ならいざ知らずなんですけども、でもね、町の暮らしとか、うん、まあ、言うて田舎暮らししてるぐらいの人が何の知識も防御もスキルもなくって、単眼的なね、視点で短期的な目の付けどころで山を買ってしまったら、 今度あ山いいらないって言った時にどうしようもないですもんねだからひろしさんとか相当上手にやってちゃんとそういったねどういう山だったら管理できるかみたいなのをやったんじゃないかなと思いますしその後も山を所有してハッピーになった人っていると思いますけどもすごく上手だったんでしょうね。で山を掴んで失敗した人ってやっぱり事前準備が足りなかったのかなと思うんですよ。 まあ少なくともノリで買えるようなもんじゃないですよね。仮にも不動産ですから。うん。まあ私もちょっと山いいなと思って見たことがあったんですけども、うん、なんか、無知ゆえのリスクが後から見つかりそうでやめましたわけだよね、うん。まあそんなとこですかね。はい。あ、そうそう。山と聞いてね、私ね、不動産の事業やってた時に思い出したことがあったんですけども、やっぱりね、広大な山を 安値で買ってねなんか開発しようとした人がいたらしいんですけども買った山になんかその生きていない人がなんか長い間寝ていたらしくってで警察が入ったりとか、まあ、途中でねいろいろ厄介事ができて事業は立ち行かなくなったらしいですね。うん、チェックしなきゃいけなですねいろいろとね。